はい、前回の動画でお伝えした通りボクスターを修理に出しております。その間の台車がなんとマツダ3でした。ほら嬉しい。ちなみにレンタカーなんですが自動車保険で用意していただきました。マツダ3は前から気になっていて乗りたかったのでタナボタ感があります。前の台車のハリアより嬉しい。というわけでこちらのマツダ3のいいところ悪いところボクスターと比べてどうなのかなどを話していこうと思います。それではレッツゴー。まず基本スペックです。搭乗人数は5人の車両重量は1340キロ、長さが4460ミリ、幅が1790ミリ、高さが1440ミリとなってます。ボクスターと比べると長さがちょっと長いっすね。やっぱこのノーズが長いのがこの車の売りなのかな。ノーズが長くてちょっとかっこいいです。 FF の4気筒、排気量が 1.5 となってます。これはグレードによっていろいろ違うのかな、多分あんま詳しくわかんないけど、やっぱボクスターの約半分ってことでちょっとパワーの面では後で話しますがちょっと劣るかなと。当たり前ですけど、でもやっぱこうやってエンジン見えるのいいっすね。ポルシェだと自分でエンジン見れないからちょっと悲しいんだよな。こうやってほら、なんかバッテリーでかく見えるわ。はい、タイヤに関しては215の45の18インチを履いてます。18インチあるんだね、結構でかい。そしてブレーキに穴がないです。なんかキャリパーもイニシエのっていう感じがするな。でもマツダマークが彫ってある。へえ、面白い。レギュラーガソリン車となってます。はい、こちらまず外装の感想としてはこの結構ロングノーズで割とシュッとしてるんですよね。でかっこいい。でリアのここリアが割と絞られてて、まあ、ポルシェでいうとマカンっぽいカイエンクーペみたいな絞られ方してる。これ見た目めちゃめちゃかっこいいんだけどやっぱ中から見ると中からね巻き込み確認しようとした時に結構見にくいんだよね。後で紹介します。リアに関してはちょっとあれに似てるね、トヨタのカロスポとかカロスポに似てる気がするわ。ちょっとリアはあんまり好きじゃないかも。このぼっこり感シュッとしてるのが足りない。以前から見た目がかっこいいなと思って気になってたんで、まあ、やっぱ見た目の評価としては僕の中ではだいぶ高いです。結構かっこいいんじゃないかな、今売ってるマツダ車の中で一番かっこいいんじゃないかなというふうに思います。かっこいいというかスタイリッシュというか。じゃあ内装紹介、次内装いきます。まずこんな感じで開けて入ると、よっこいしょー、そうするとこんな感じです。ででん、この給油して返してくださいというものとともにこんな感じ。まあまあいいんじゃない。センターコンソールこんな感じで、まあちょっとエンジンかけますか。やっぱプッシュスタートですわこの時代で。そうするとこのターボのようなチュ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 っていう音とともにエンジンがかかります。ナビがこんな感じでね、横長なんだよ。見てください、ナビは全部センターコンソールのこれでしか動かせないの。これやばくない？これタッチパネルじゃないんだよ。ここがねダメポイントだな個人的に。それ以外は割と普通かな。ここもほらちゃんと深くて、何より後部座席があるのがでかい。やっぱ後部座席ある車って久しぶりに乗ったけどめちゃめちゃ楽だね。もう活動しやすすぎ。でシートもまあ普通の、まあいわゆるファブリックっていうの分かんないけどこういう感じになってて、そこにエアコン吹き出し口があって、ボックローボックスがあって、こんな感じで。いい点他にもあります。見てください、燃費 14.5、 だいぶいいだろう。エアコンつけて走って 14.5 あるからね、これはだいぶ高いと僕は見ています。まあポルシェと比べたらだけどね。で約600キロ走ってきました。内装はこんなとこかな。で僕にとって久しぶりの右ハンドルだったんですけど、まあ、乗ってみたら意外と簡単ですね。簡単っていうかすぐ慣れる。やっぱ昔右ハンドル乗ってたから
すぐ慣れました。で、右ハンドルのいいところとしては右折がめっちゃ見やすい。で、先ほど話したこの巻き込み確認の時の C ピラーの位置、これ結構邪魔じゃないですか。巻き込み確認めちゃめちゃしづらいんですけど、気になったポイントですかね。ハンドルがめちゃくちゃ軽いんですよ。軽いののメリットとしては街乗りがすごい楽、駐車とか細かい道曲がったり住宅街走ったりするときはめっちゃ楽なんだけど、やっぱスピード出して走るときはだいぶ辛いね。こうちょっと震えるから腕に力入って逆に手が疲れちゃう、そういうところはあるかなと思います。で、ヘッドアップディスプレイついてるんですけど、あんまり見ないかな、多分カメラじゃ映んないよね。あとダメなポイントとして、このアイドリングストップがこれついてるんですよ。毎回走り出すときに切らないといけない。うわー、メモリー残しといてくれよ。メモリーあんのかな、ちょっとわかんないわ。メモリーがあったら嬉しいなって感じ。あとこのシフトなんですけど、奥がマイナスなんですよ。奥がマイナスで手前がプラス、トヨタ車って奥がプラスで手前がマイナスじゃないですか。ここがすごい間違いやすい。これ個人的にかな、僕だけかな、トヨタ車乗ってたからっていうのはあるかもしれないけど、普通一般的な考え方だとやっぱ手前が下がるじゃない、手前が下がるで奥が上がるっていう僕のイメージがあるんで、ちょっと困惑しました。鍵開けて後部座席見てください。この後部座席意外と広いんですよ。よいしょ、ほら、この僕が運転ポジションシートポジション合わせた状態で普通に乗ると膝こんぐらい余る。僕175センチぐらいなんですけど、なかなか余裕あるなって感じです。ヤリスクロスとかよりでかいんじゃないかな、リアに関しては。お父さん、今日どこ行くの？はい、続いてリアトランク、こんな感じ。まあまあ深くね、ちょっと光があって見づらいかもだけど、やるね。やっぱハッチバックって俺結構好きなんだよな。ハッチバックのトランク容量、これカバー外して椅子倒せばここトランクスルーにもできると思うんだよね。だから荷物はだいぶ乗ると思う。ただ高さのある荷物はやっぱ乗せづらいのかな。まあ俺本当にハッチバックのこのトランク入るっていうところだいぶ好きだからさ、嬉しいわ。マツダ3ありです。じゃあちょっと走ってきます。走行中の動画はこんな感じで撮ります。前紹介したこのマウントをこのヘッドレストのところにつけて、オズポケつけてっていう感じで撮ってきます。これ何の車でも代用できるからめちゃめちゃいいと思いますよ。対応できるから。あとこの気に入らないポイントとしては、アクセルちょっと踏んだだけなのにまあまあ加速するんですよね。で、加速はするんだけど伸びないし、何、自分の思った通りのスピードまで上がんないし勝手に上がっちゃう。ポルシェボクサーだとそんなことなかったんですよね。自分が加速したい分だけ加速できる、加速したくない分は加速しないっていう感じで、めちゃめちゃ運転しやすい。このマツダ3は最初ちょっと踏んだだけですごい加速するんですよ。で、あと運転の楽しさはやっぱりボクスターにはかなわんですね。運転しててボクスターはめちゃめちゃ楽しいもん。で、このハンドルの軽さ見て、これタイヤの太さが関係してんのかな。215だもんね。ボクスターは前輪がなんだ、265か、265、50ミリ違うだけか。じゃああんま変わんないのかな、わからんな。あとエンブレ全然効かないですね。これ排気量の問題かな。やっぱエンジンが大きければ大きいほど抵抗が増えるもんね。まあその辺僕ちょっとあんまよくわかんないですけど。あ、そう、ほら今ここいきなりグワングワンってなる。同じアクセルの踏み具合なのにグワンってなる時がある。でも快適ではあるな。本当ファミリーカーのファーストチョイスとしてはかなりいい気がする。
乗り降りしやすいし運転しやすいで、燃費もまあ 14.5 約15キロってまあまあいいのかな。今のトヨタ車とかと比べると燃費はあんま良くないか。 あと高速道路も乗ったんですけど、まあ不便なく普通に走れるっていう感じだったな。人3人乗せて高速道路走ったんですけど、まあ結構楽ではあったけど、やっぱスピード乗るとこのハンドルの軽さが結構気になっちゃうね。じゃあこっからスポーツモード入れてみるか。スポーツモードここで入るんだけど、いけ、これで今スポーツに入った。どう？3000回転ぐらいまで引っ張るんだ。3000回転ぐらいで今ギアが変わりましたね。通常はどれぐらいまで引っ張るんだろう。でもここもやっぱボクスターのスポーツモードと比べるとやっぱり物足りないな。やっぱりって2回言っちゃったけど、ボクスターのスポーツモードと比べると物足りなさは感じる。じゃあ通常モードは一体どれぐらいなの。2500だな。500回転ぐらい高く保つんだスポーツモードは。なるほどね、完全に理解した。総合的に見てこのマツダ3、家庭用の車のファーストチョイスとしてうってつけっていうか、めちゃめちゃいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、約600キロ乗って思いました。なので皆さんもぜひちょっと見てみてください。以上、台車紹介でした。終わり。